はい、始まりました。ムチチャンネル。さあ、今回はですね、はい、ユーロとカズコでございます。何も言わないさあね、いろいろと意見が寄せられましたが、ユーロさんに、共通テストの結果でまだ大丈夫だ、いけるよみたいな声が多かったですが、いやいやいや、やってる気がするやってる気がするどっかでやっ、なんか社会とか多分やマークミスしてる気がする。マークミスをしててもっと低い可能性があるってことですね、うん、何パーだったんでしたっけあれ。64パーで、意見としてはいや64パーでも全然受かってる人いるからみたいな意見が、はい、寄せられていますね。どうなんですか。いやでも、はい、もしここで取れてても2次が結局、はい、なんか緊張していつも通りの力出せないとかなったらネガティブだな、はい、いやいつもそうなんでネガティブだなそういう状況ということですね、うん、はい、でじゃあこれから私立もどこ受けるんだみたいなね意見もありましたんで、それぞれどこを受験していくのかを聞いていきたいんですが、はい、まずじゃあ第一志望の海洋大ですが、海洋大学はどうするんですか。結局はやめます。やめるんだ。無理です。無理です。無理です。すげえ、いきなり衝撃の発言。もうそれを家族はただただ横目で聞いてたから、聞いてたから、まあまあやめ、どうすんですか。そしたら富山県立大学にします。あら、ちょっとパソコンが、はい、富山県立大学、はい、の工学部、環境社会基盤機構。なるほど。いやもうだって今年はさ、結構さ共通テスト難しかったからダメだったって人いっぱいいたけど、そうなのね。そうなの、ね、もう下げていくのね。無理。メンタル的に。富山ってこと、富山に受けに行くの。あ、大宮で受けれます。大宮とか名古屋で会場があるんで受けれるから、はい、そこで受けようかな。そうなんだ。出願はもうしました。したんだ。まあ、とかもうしなきゃいけない、この撮影してる時は。雪でもう遅れてるから早くした方がいいです。なんかアドバイス。そう、速達でも次の日届かない、3日後とか言われるから。あー、そういうことね。もう早く届けた方がいいです。いや、この動画出てる頃には遅いですもう遅いよそれ。ということでございます。富山県立工学部環境前期。でも過去問やったってことこれ。過去問、そうですね、10年分ぐらい買って、うん、ちゃちゃちゃってやって。なるほど。じゃあまあその結果を、はい、見ていきたいと思うんですが、その前に他受けるとこですね。他はまず富山県立大学を前期国立で受けて、はい、中期が千歳科学技術大学、北海道。北海道です、もちろん千歳空港でおなじみので寒い。後期を北見工業大学。あら、あ、これ東京で受けれるんで、はい、千歳は受けらんないの。あ、千歳は北海道行かなきゃです。北海道に受けに行くんだ、はい、あ、そう。しかしなんか寒いとこばっかりですねどこも。北見、北見もやりたいことできるところがあんまなかったから、はい、うん、やりたいことは何なんですか。環境系のことしたいな、地震とか、はいはいはい、そういう系やりたいなって思ったらないなって思って。そういう感じなんですね。じゃあ私立はどうするんですか。私立は東京都市大学の環境と国士舘大学の理工と、はいはい、芝浦解いただけだからあれなんですけど、はい、あと千葉工業大学は協定利用前期で出してるんで、はい、まあ、受けにはいかないけど、うん、まあ、出してるよっていう。試験料がなんか無料かなんかで、無料だから出したみたいな。それで偉い人気がある大学だと勘違いされてる大学ね。そう、なんかただならただだから受験してる人の数がえらい多いわけだから、すごい人気大学だと思われる。でも分からないじゃん。それで人気大学だと思ってくれて、みんな知名度、あ、なるほど、知名度がハンターがありますからね、はい、千葉工業大学津田沼にあるやつでしょ。あ、東京スカイツリーキャンパスとか。何それ。スカイツリーの中にキャンパスがあるみたいな。すごい、じゃあどうだったのか。じゃあその一番の目標である富山県立大のやつですね。ちなみにセンターはどれぐらい必要。センターじゃない、共通テストはどれぐらい必要なんですか。全部合わせて600点ぐらい、650か、650で、だいたい合格最低点が350から400ぐらいの間、うんうん、なんで、まあそれ以上はちゃんと取れてるんで。なるほど。二次試験のやってみた結果ですね、二次試験が数科学と。数学が250点満点、うん、科学が200点で450点です。なるほど、450点ということで、はい、どうなってるかというと、これが175点数学は、で科学が120となると計587だから、これ共通と合わせてってことですね。合格点482だから超えられると。だいぶメンタルに優しいところを受けようとしてるな。なるほど。
そこは超えられていると。で2022年が数学150で科学140で計607で、これも超えてますね、合格点550なんで。なるほど。で2021これめっちゃやったのね、もうすでに、170244で200150200取ってるよ数学編で2019年。いや250分のだから、そんなでもないってこと、なんか見たことあるような問題だったし。なるほど。ということでそれでこの、あ、まあでも合格点自体も高いね、618だから、という感じで抑えにかかったなで中期千歳技術でもこんな抑えにかかってたら別に中期受けなくてよくないって思うんだけど、北海道旅行いやそういうわけじゃないけど、何あるか分かんないじゃないですか。まあね、でもその飛行機とホテルが挟む方が何あるか分かんない飛行機は遅れるし本当に怖い入試が、うん、ここもそうですね、2023が380点、あ、数学だけ、なるほど。あ、そうなんです。で540だからまあ超えてるだろうと、合格点で次も260点で計420でまあ超えてるだろうと、次も392で、まあ、これも超えているだろうと。すごい、起きに行くな、なるほど。怖い。そうそうそう、出願ってね同じ日ですからね。そうですね、国立は2月2日まで、はい、全部なんで。で、で北見も数学科学、やっぱ数学科学なんだね。そうですね、210、170で560、だいぶ超えてるけど後期219、164で、去年は 27% ぐらいでも受かったんで、すげえ。まあまあ実際あるんだよねそういうのね、はい、本当に倍率1倍、そうそうそう、全入みたいな、そうありますからね実際。で国士官は数学と国語なんだ。うね、もう英語から逃げまくってますね、はい、英語無理です、はい、枠にないもんそう、枠に英語の枠がない国公立英語受けないからもういいやって。82とかで、ああ、なるほど、まあ過去問やってる感じではまあいけそうと。東京、うん、都市大もそうですね、はい、一応全部は超えていけ、あ、でも芝浦なんかはやってねみたいな感じで塾で出されたやつやったらなんかできないな。そうですね、芝浦は難しいから、ね、芝浦難しいから、結構ね関東じゃない人知らないんですけど、芝浦は結構、そうそうそう、難しい、難しいですよ。数学60で科学50で英語かなんかを協定のやつ使えるんで、ね、る合わせてったら超えないなみたいな。あ、これ英語しか超えられない。あ、英語はなんか協定かティープとかを使えるんで、あ、なるほど、協定を4技の試験か、協定で考えてみたら超えないなみたいな、うん、なるほど、ティープで考えても超えないなみたいな、うん、ティープ受けてたのね、ティープなるほど、まあ、芝浦は結構厄介ですから、うん、なんか芝浦工業大と戦いに行く人みたいになっちゃいましたけど、したら、あ、はい、でも4工大は受けたいなと思ってて、で受かったらどこに行く、受かったら芝浦も受かりました、富山も受かりました、はい、あ、芝浦は行かないです行かないだね富山県立がもうじゃあ第一、第一です。なるほど、富山県に行く、富山県に行きます。じゃあさよならですね。そうだから前あの謝らせてください、あの北見工業大学やだみたいなこと言っちゃうじゃないですか、うん、別にそういう意味じゃなかった、か家族と離れたくないだけで、北見工業大学が嫌なんじゃなくて、うん、うん、え、なんか前コメ欄でああすごい叩かれてたから、北見工業大学は嫌だなみたいなことを言ったらすごい叩かれたんで、はいはいはい、叩かれたとか悲しいって来たんですよ、北見工業大の人が悲しいって言ってただけ東京から離れちゃうと和子と会えなくなるから、うん、富山県立美術館行きたい、何を言ってるのそんな行けるやんからちょっと地方進学は嫌だな、行けるやん、行きます、地方進学は嫌だなっていう人のいやでもじゃないけどね、東京ちょっとやっぱ倍率的にも多分都立大とか受けても足切られそうだし、うん、じゃあこれでやっていくということですね、はい、でどう勉強してんの、過去問ばっかやってます、その他はやってない、過去問終わって分かんなかったところは振り返ってやるみたいな、うんうん、でもそれしかやることない、そんなことないそこができなかったらそこをちゃんと立ち返って見れるじゃない、参考書でも何でも、うん、いや果たしてどうなるんでしょうか、結果はいつ出るんですかこれ、後期とかも前期で中期でいないんです、富山県立大学が3月8発表なんですけど、はい、3月8が中期の受験中、受験日なんで、だから北海道にいる時に受かったかどうか分かる、うん、空港で泣いてるか笑ってるからだからここにはいないです、迎えに行く、発表の時いない、そうですね、東京にいないです、すごい状況だなこれ後期は、まあ、後期は多分もう終わってると思うよね、その間に中期後期が、後期が3月20発表で、うん、中期が3月21発表です、なるほど、俺どうなってんの、俺イギリスいるからさ、イギリスからお届けしてイギリスと北海道前期のやつはならないように、私がいないです北海道からお届け私がいないです
坂上の時みたいにコロナにかかって坂上オンラインだったからね。空港から空港じゃねえか私は空港からすいません落ちましたって言ってます。受かってよ受かってくださいそれ。中期だってさ、千歳でしょ。千歳です。そんな、俺が千歳まで行くって、それでさ、行かなくていいですよ。行くならついて、いやだね、苦思い一緒に行こうよ。それで、受かってたらいいけどさ、ダメだった時の、どうすんの地獄。千歳、なんもねえな、何やることみたいになってるってこと。そんな皆さん、会いに来ないでください。いや行かないよ。普通に考えて千歳まで行かないし、普通の視聴者は、ね。ユーロファンが空港で待ち伏せしてるの。何時の便で来るかも知らんのに、芸能人の出待ち的にいるってことですか。うぬぼれんな。二人も来ないでください。うぬぼれんな。3月8日に待ち伏せしてるとかやめて。それだっつ、ね、じゃ試験終わった後に見るしかないってことでしょ。そうです。3月8日の12時から富山県立大学が発表なんで、うんうん、試験中見んのあなた。いや見ないでしょ。もう試験終わってぐったりしてるところで見ます。そしたらこうやって嫌ですよ。どうでしたか。めっちゃ泣いてますよ。落ちました。わかんないシミュレーションが何の失敗なの。これ全部だって超えてるじゃん。いやでも怖い。全部大幅に超えてるよ。わかんないじゃないですか。まあじゃあその時にこう開く瞬間取らなきゃいけないですから。はい、ご視聴ありがとうございました。